ああ、わかった。この2カ所には速やかに支援を手配しよう。それと、こっちは危なそうだ。私が直々に出向く。その他の場所はどこも辺境で、人もほぼ皆無。戦士たちに撤退するよう伝え、発生しうる二次災害に注意するよう指示してくれ。承知いたしました。すぐに伝達いたします。待たせたね。今どんな感じ？またアビスが現れたって聞いたけど。ああ、状況は芳しくない。これまではアビスの魔物が散発的にばらけて現れていたため、各所に配置した者たちだけでどうにか対処できていた。しかし、数も頻度も増えた今では話が別だ。範囲はどの地域が襲撃を受けてるの？ナタ全域だ。競技場周辺のみならず、遠く離れた北条の国からも襲撃の報告が届いている。これもまさか何かの兆し？このままだと対応しきれなくなるのも時間の問題だろう。そこは理解している。だがアビスも焦りを見せ始めているようだ。6人の英雄が揃うまであと1人という事実を奴らも知っているのだからな。今の私にはまだアビスと戦えるほどの力がない。これは奴らにとって千載一遇の機会だと言える。つまり今は持ちこたえるしかないってことか？持久戦になるだろう。今最も気にかけるべきは一般人の安全と戦力の温存だ。助けが必要なキャラバンと冒険者を救うためにすでに数多くの戦士たちが出発している。しかし依然として人手が足りていない。それなら私たちに任せてください。いつでも行けます。ああ、頼まれてくれるか。シロネンとカチーナは小玉の子近辺の拠点を支援してきてくれ。そしてシトラリ、君には名園の主のところへ戻ってもらいたい。彼らは君を必要としているはずだ。名園の主は聖火競技場から少し離れているし、オロルンはこの計画において重要な6人のうちの1人だ。彼にはここに残ってもらう必要がある。ええ、任せてちょうだい。熱気球を用意した。それに乗って各々の目的地へ向かうといい。任務を終えたら各地を巡っているかがり木の民の伝達士に現状を伝えてくれ。彼らが情報をまとめ戦況を報告してくれる。各地の情報をもとに君たちの次の行動目標を決めていくつもりだ。了解。じゃあ善は急げってことで早速行ってくるよ。みんな気をつけてね。で、オイラたちはどこに行けばいいんだ？伝達士からの情報によれば、一般人を競技場まで護送している小隊がアビスの魔物に苦戦しているらしい。彼らも懸命に抵抗しているものの、その力も限界に近づいている。その小隊のことを任せたい。いいだろうか。助かる。熱気球はそこだ。早速向かってくれ。アビスの魔物と戦ってる戦士があちこちにいるみたいだ。もし正確な情報がなかったら戦場はとっくに混乱してただろうな。
助かった。やっと救援が来てくれた。来てくれてありがとう。君たちがいなかったらいつやられていたことか。魔物が次から次へと湧いてきたの、こんな状況初めてだわ。間に合ってよかったぜ。もう行って大丈夫だぞ。ええ、行きたいのは山々だけど、ちょっと困ったことになってしまって。さっきの戦いで負傷者がたくさん出てしまったの。荷車が襲われたせいで物資も落としてしまったし。今はそんなこと言ってる場合じゃないだろう。命が最優先だ。それくらい分かってるわよ。けど落としたのはどれも医療物資だし、競技場の人たちがそれを必要としているかもしれないでしょ。いたいた。おい、見つけたぞ。なんだ、もう解決してたのか。すごいな君たち。どうやら俺らの助けは必要ないらしい。助かったよ。これならすぐ次の場所に行けそう。他にも助けを必要としてる場所があるのか。ああ、ちょうどいい。今の戦況報告を渡しておこう。かがり木の民の伝達士たちが今ナタ全土を駆け巡り、最新の情報を届けてるんだ。この先もしかがり木の民の伝達士に会ったら、各地の状況を聞いてみるといい。次に行く場所の参考にさせてもらうぜ。見たところ実力は申し分なさそうだし、二手に分かれて行動しよう。さあ、一つ選んで。残った方は私たちが行くから。けどよ、ここにいる人たちも助けが必要だろうし、なくした物資も大事なものだろ。どうする？私たちのことなら大丈夫よ。こちらの都合であなたたちの救援活動を遅らせるわけにはいかないわ。けどここに長居するのも危険だ。さっきの魔物たちがもう一度襲ってこないなんて保証もないからね。どうする？もう少しここでこいつらの手助けをするか。お前がどっちを選んでもオイラはついてくぞ。やっと休める。けどアビスの魔物がまたいつ現れるかわからない。すみません、旅人さん。少し手を貸していただけないでしょうか。私の母は医者でして、襲われた人がいると聞いて、すぐその救援に向かったのです。しかし、未だ何の連絡もありません。母は戦いが不得意なので、すごく心配で。ですが、今はここを離れるわけにはいきません。母を見かけたら、避難するよう説得してもらえないでしょうか。うん、わかったぞ。ありがとうございます。これで戦いに専念できます。あんたらは怖くないのか。ごく普通って、怖がることは恥じゃないってことか。そうそう。それにたとえ怖がってたとしても、お前は武器を手にここに立ってるだろ。すごく立派なことだと思うぞ。そうなのか。なんだか勇気をもらえた気がするよ。ありがとう。
な。このままじゃ持たないよ。いいタイミングで来てくれたな。助かったよ。ありがとう。しかしこれは一体どういう状況だ。他の場所にもこんな風にアビスの魔物が湧いてるのか。ああ、そうなんだ。緊急事態に備え退避の準備をしろとエンジン様から通達があったが、まさかアビスの魔物がこんなに現れるとはな。あなたたちが駆けつけてくれたおかげで一命を取り留めたけど、負傷者がかなり出てる。これからどうしたらいいの。負傷者？アビスに襲われた奴がこの辺りに結構いてな。ひとまず全員ここに集めたんだが、薬が足りてないし、負傷者たちを移動させるのも難しい。正直これからどうすべきか全く思いつかない。ここを死守したところで待っているのは死のみだ。だがあいつらを放っておくわけにもいかないだろう。とりあえずあんたたちが来てくれて助かったよ。ここにいる全員が命拾いした。確かにそうだな。魔物たちを片付けた今タイミングとしてはベストだろう。しばらくは安全だろうし、一部の人を負傷者の護衛に回せる。でも時間がかかるでしょ。移動の難しい人たちにはひとまずここに残ってもらうしか。大丈夫さ。第一陣がかがり木の民に着いたら助けを呼んでくる。そしたらみんな助かるはずだ。オイラたちもここの人たちを助けてから次の場所に向かおうぜ。あとかがり木の民の伝達士がすぐそこにいるみたいだ。情報の更新も忘れずにな。早く私についてきて。おい見ろ、あの人魔物に囲まれてるぞ。みんなは俺が守る。はっ、動くな。加速するよ。助かったわ。いきなりあんな数の魔物が現れるなんて。はあ、危ないところだったよ。ありがとう。それに危険を顧みずに助けてくれたこちらのお医者さんにも感謝しないと。気にしないで、当然のことをしたまでよ。お医者さんってもしかしてテポズってやつを知ってるか。え、どうして息子の名前を知ってるの。あの子は無事かしら。ああ無事だぞ。ただお前のことを心配してて避難するよう伝えてほしいって頼まれたんだ。そう、私もむやみに出歩かない方がいいのは分かってるわ。けど何もしないわけにもいかないでしょ。こうしましょう、息子に手紙を書くわ。それで正体がここを通ったら一緒に連れてってもらう。そうすれば安全でしょ。おう、その方がいいと思うぞ。とにかくあいつはお前の無事を知りたがってたし。え、教えてくれてありがとう。ご助力に感謝します。ここの状況を更新したのですぐ情報を届けてまいります。あなたたちもどうかご武運を。まだ助けを必要とする人が大勢いますから。
これは必要な武力だ。ラブラブサメくんアタック、ドリフト、ファイト、そばにいてくれる。武器を捨てろ。ウェーブ、いい加減にして。この裁きを受けてこい。ドリフト、ダイフト、やっ、へっ、さっ、この裁きを受けてこい。加速するよ。スケバチに感謝します。はい、この休日に隊長様から9日に、つまりエンジンの指示に従えと命じられたのです。この意味を皆が理解できたわけではありませんが、隊長様のご命令は何よりも優先されることですので。この人たちがいなかったら私たちはとっくにやられていたはずだ。ってことはお前たちにお礼を言わないとだな。なんか変な感じがするぞ。同感だ。これからどちらへ？流線の州でしょうか。もともとその予定だったが、今の状況じゃあそこも安全かわからないしな。でしたら競技場に行くことをお勧めします。今後戦力はそちらに集まるはずです。集落よりも安全かと。周りの魔物を処理し終えたら護送の手配をいたしましょう。はあ、本当にありがとう。まあ結果的にはいいことだよな。現在ナタジルの人々が競技場へと集まっています。そこの防衛は特に重要。つまり失敗は許されません。君たちも任務が終わったら支援のために戻った方がいいでしょう。さすがに私も慣れませんで。しかし今はこの状況を受け入れるしかなさそうです。
今すぐ避難したいけど、龍泉の衆はこの薬を必要としてるでしょうし、届けないと。え、さすがにそこまでしてくれないんじゃない？方角的にはちょうど同じです。近くまでであれば問題ありません。いいの？よかった。